東京都では誰もが人生生活をもっと大切にすべきであると考え、ワークライフバランスのライフとワークをあえて逆にしてライフワークバランスを推進してまいります。ライフワークバランスの実現には在宅勤務の導入や時間管理を行うなど働き方を見直す取り組みが大きなポイントになります。変化する時代の中で企業が持続的に成長するためには多様な人材を積極的に活用し生産性の高い働き方を実現することも重要です。仕事の生産性を上げて家族と過ごす時間や自らを高める時間を大切にすることで明日への活力を生み出し東京の持続的な成長を可能とします。企業の課題解決をしたいっていう成長意欲の高い社員がたくさん集まってきているんですね。で、そういった社員がこう自由闊達にコミュニケーションを取り合ったり、何かライフイベントがあった時にこうキャリアが断絶することがないような環境を作ろうというふうに考えたところから、さまざまな施策が始まってきました。有給の取得に関しては毎月有給の取得率というものが役員会議で共有がされるんですね。具体的なそういった数字や計画を管理することで早く改善ができるように心がけているということもあります。社員がプライベートだとか家族の話が周りにしやすいようなそういった雰囲気作りは心がけています。やっぱりそういった話が周りと共有されていると休みが取りやすかったり、で周りも協力しやすかったり、そんな雰囲気につながりますので、トライアンフは女性社員が非常に多い会社なんですね。そういったこう優秀な女性の社員が離職をしてしまうというのは、とても痛手なんですけれども、こういったさまざまな施策を活用することで、女性がライフイベントを迎えた時にもご家庭と仕事と両立するという選択をするようになったので、仕事と家庭の両立を理由とした退職というものが減りました。これはみんなに共通して言えることなんですけれども、その仕事の目的だとかどうすれば効率的に仕事ができるのかといった会話が全体的に増えたように思います。で、そういった工夫を通じて全体的にこう長時間労働だとか、そういったものが減ったようにも思います。弊社では時間単位の有給取得、在宅勤務、フレックスタイム制度、そして短時間勤務ができるように制度を整えております。弊社は女性が大変多い会社ですので、ライフイベントを迎えた後に、今までの制度だとオフィスに出社しなければならないといったことがかなり負担になっていました。なので、彼女たちが家庭の家事もこなしながら仕事も諦めずにできるように在宅勤務ということを導入したことから、他の勤務制度なども整備していったという形になります。リモート環境ですと自分でも気づかないうちにストレスが溜まっているといったような状況があったと思うんですけれども、在宅勤務の間もちょっとした雑談の時間を意図的に設けたり、それからコロナが収まってきた段階では週に1回出社をしてお互いに顔を見てコミュニケーションを取ったり、それから業務以外でもコミュニケーションとして業務後に社内でお酒を飲むといったお疲れビールという制度であったりだとか、あとは他の事業部と一緒に活動をするサークル活動というものも今年から始めまして、より社内のコミュニケーション活性というところにつながったかなというふうに思います。私は子供が今2人いまして、上の子が4歳と
2歳になるんですけれども、今保育園に通っていて、やっぱり平日日中保育参観に来れますかといった案内が結構あってですね、そういう場合にこう1時間程度中抜けすればいけるので、まあ、半休取るほどでもないなという時に、その時間給の制度を使ってちょっと1時間半だけ抜けさせてくださいというような使い方ができるので、そういう保育園とかの行事の際に使わせてもらってます。今復帰してですね、平日週4日、在宅勤務でやらせてもらっていて、こう自分なりのペースで無理なくこう働かせてもらっているなと思っていて、とてもいい環境で復帰できて嬉しいなと思ってます。弊社では小学校までの就学児童を持つ社員に対して補助金制度を設けています。時間外休日の保育であったりだとか、一時的にこう仕事をしている中でお子さんをご両親に預けなきゃいけないっていう時に、ご両親が家まで来てくれる時の交通費であったりだとか、学童の一時的なご料金であったりとか、そういったところを会社が補助するよといったものになります。下の子がですね、ウイルス性の感染症にかかってしまって、ちょっと重症化してしまって急遽入院しなきゃいけないっていう風になってしまったんですね。ベビーシッターさんとか何かこう初めて使ってみないといけないかなと思ったんですけど、こう遠方からこう親が来てもらう時の交通費を出してもらえるっていう話を聞きました。だったら知らない方をこうお世話とか看病にお願いするよりは、ジジババ来るよって言った方が上の子とか下の子も安心するだろうなというところがあったので、制度を利用して助けてもらったっていうことがあります。実際やっぱり使ってみると、子どもたちも知らない方よりは絶対良かったと思うので、自腹で親に頼むこともできたとは思うんですけど、やっぱり即決できたのはその補助金制度のおかげだと思うので、それは知れて使えて良かったなと本当思いました。復職をするときに管理部の方で面談をして、どういった働き方ができるのかというところもそうなんですけれども、どういったところに不安があるかっていったことを細かく聞いてで、ストレスのないような復職になるように支援をしております。それから、復帰後なんですけれども、パパママサークルがあります。最近では秋だったので、どんぐり拾いを子どもたちとやったりとか、これらの取り組みによって、復職率は弊社では2018年からずっと 100% となっています。計3年半育休を取っていた形なんですね。その際に管理部の方で面談を復職前に設定してくれて、今どういう制度ができてるかっていうのを説明してもらいました。まあ、それを活用しながら他のママさんもこういうふうに働いてるよっていうお話を聞くことができたので、であればもう自分も、まあ、自分なりのペースを見つけて、こうどうやったら働き行こうかなっていうところをこう考えることができたので、こう不安が払拭されるいい機会になったなと思って、そういう機会はありがたかったなと思っています。弊社では半年に1回エンゲージメントサーベイを行っております。そこでは社員の体調っていうところもそうなんですが、ストレスを感じるような周囲とのコミュニケーションがあるかであったりだとか、ご自身の仕事へのモチベーション、そんなところもサーベイの項目として入っております。まずはその結果をきちんと役員会で把握をする、共有をする、ディスカッションをするということを行っています。上司はワンオンワンを必ず月に1回部下とするというふうに弊社では決まっています。その面談の中でどういったことに不安を持っているのか、あなたの時間ですよということをテーマとして運用をしています。それから管理職に向けてのフォローアップ研修というものも行っています。初めて管理職としてワンオンワンをする側に立った社員が困らないように、どういったことを目的に、どういったことをテーマとしてワンオンワンをすべきかということをきちんと伝えていく研修となっています。サーベイを始めて、さまざまな取り組みを行っていく中で、2018年からサーベイを始めたんですけれども、その時は C プラスだった結果が2ランク上がって、現在は B というスコアに上げることができました。
要介護者を持つ社員をどのようにサポートするかということは、これから真剣に考えていかなければいけないと思っている課題です。いろんなこうプライベートな話もする機会があるんですけれども、介護への不安の声というのは年々高まっているなというふうに思っています。ですので会社としてもちろんフィジカルの具体的な施策もそうですし、気持ちの面でもそうですし、どのようなサポートができるかは考えていきたいと思っています。やはり世の中全体で男性が育児に関しての休業を取りづらいというふうに思っていらっしゃる人は多いと思います。私たちの従業員もそうこう思い込んで避けないように、私たちが歓迎しているということを伝えながら後押ししていきたいなというふうに思っています。生活と仕事の調和が実現した社会とは、一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても人生の各段階に応じて多様な生き方が選択、実現できる社会。ライフワークバランスを実現し、生活も仕事もさらに充実を。